食事は家族分しかないので。え？私は家族じゃないってこと？当たり前じゃないですか。あなただけ名字が違うんですから。この食事はうちの母が一流の料亭から注文したものなんですよ。だから家族の分しかあるわけないでしょ。今までに見たこともないような意地悪な彩香さんに驚きと腹立たしさが頭をよぎる。援助は全部やめよう。3年間もひなに会わせてもらえなかった上、私は家族じゃないというひどい仕打ちに心の中でそうつぶやいた。最初は頼ってくれるいい嫁だと思っていたのに、結婚して子供ができてからは手のひらを返したようなこの態度。頼まれていた生活費の援助、さらにはそんな娘の行動を無視し自分の私利私欲にだけ溺れる彼女の両親にも制裁を加えることにした。こちらも他人扱いをすることで彩香さんたち家族の運命はとんでもない方へ向かうのであった。私は高橋京子、60歳の会社経営者だ。20代後半で一度は結婚したが、二人の息子が生まれてすぐに離婚をした。理由は夫の浮気。元夫はその後浮気相手と再婚したために養育費を払ってくれなくなった。それでも私は父の会社で働き、母に助けてもらいながら二人の息子を育てた。そして今、長男の蒼太は30歳、次男の勇気は27歳になり、それぞれ社会人として頑張っている。蒼太は少しだけ頼りないところがあるものの、大学卒業後自立したいと言って一人暮らしを始めたのだ。しっかり者の勇気はうちの会社を継ぐと言って大学卒業後から我が社に入った。女手一つで育ててきた二人の息子が立派に成長してくれたことはとても嬉しい。そんな順風満帆な生活を過ごしていたある日、蒼太から連絡があった。なんと結婚したい女性がいるから会ってほしいとのこと。早速次の休みに蒼太が予約してくれたおしゃれなカフェで会うことになった。いきなり実家に連れてくるのはお互いに気を使うだろうという蒼太なりの配慮のようだ。どんな女性なのか今から楽しみでワクワクする。ところがそんな期待感を覆されるようなエピソードが待っていようとは、その時にはまだ想像もつかなかったのだ。待ち合わせのカフェに到着すると、蒼太と彼女がすでに待っていた。私は笑顔で二人の方に近づいていく。彼女はいいお家柄で育ったのが一目でわかるような上品な感じの人だ。はじめまして、蒼太の母です。私が先に挨拶をすると、彼女は蒼太の方を見て袖をクイッと引っ張った。どうやら蒼太に自分を紹介してほしいと言っているようだ。蒼太は彼女の肩に手を置き、私に紹介してくれた。紹介するよ。彼女は柏原彩香さん。年は27歳で、俺が働いている会社の社長の一人娘なんだ。名字を聞いて私は一瞬ハッとした。しかしその反応に気づいた蒼太が軽く首を横に振ってアイコンタクトを送っている。だから何も気づかなかったことにしてほしいのかと思い、そのまま平静を装った。はじめまして。彩香さんは一言だけ挨拶をして頭を下げた。おとなしい性格なのだろうか、席に着いてからもあまり話そうとしない。私から何か尋ねてみようかと思った時、蒼太が改まった顔で言った。母さん、実は彼女が一人娘だから、俺婿養子になりたいんだ。うちには勇気もいるからいいだろう。え？あまりに唐突だったので驚いてしまった。確かにうちには息子が二人いて、勇気が会社を継いでくれるから問題はない。
私は少しだけ気を落ち着けるために紅茶を一口飲み、詳しいことを尋ねた。うちは構わないんだけど、ソータ、婿養子ってことは、彩香さんのご両親と同居するの？いいえ、しません。さっきまで何も話せなかった彩香さんが急に話に入ってきた。なんだか両親とは一緒に住みたくない理由でもありそうな雰囲気だ。まだ何か話そうとしているようなので黙って耳を傾けてみた。うちの両親は厳しいですから、一緒に暮らすと窮屈なんです。だから新居は実家の近くですが、マンションを借りてありますから。おとなしそうだと思っていたが、意外と言いたいことをはっきりと伝えるタイプなんだ。私はそう思い、ほっとした気分になった。ソータは頼りない性格なので、相手がしっかりしてくれていると助かる。その時、ソータのスマホが鳴った。どうやら電話の着信だったらしく、画面を見て立ち上がるソータ。ごめん、会社から電話だから、ちょっと席を外すね。そう言いながら、店の外にあるテラス席へと移動していく。二人きりになったので、何か会話をしなければと思い、頭を悩ませた。すると彩香さんが急に険しい表情になり、こんなことを言い出したのだ。うちの両親は会社経営者だから、私たちが結婚したら生活費の援助をしてくれるんです。ソータに聞いたんですけど、お母さんも何か会社を持っているんですよね。どの程度の規模か分かりませんが、できればお母さんからも少しは援助していただけませんか。初対面でいきなりそんな頼み事をされたのには驚いた。確かにうちも援助くらいはできる余裕がある。しかしよく考えてみると、両方の親からの援助が必要だなんて、ソータの給料はそんなに少ないのだろうか。それを確かめるため、粗相のない程度にやんわりとこう答えてみた。まあ私から援助するのは構わないわ。でも、ソータの稼ぎだけではそんなに生活が大変なのね。彩香さんにも苦労かけて申し訳ないわ。私のリアクションが意外だったのか、しばらくの間沈黙が続く。すると、今度は神妙な面持ちで彩香さんはこう答えた。そうなんです。両親にもソータの給料をもっと上げてほしいと頼んでいるんですけど、他の社員に気遣ってエコひいきはできないって言うんです。私も忙しい時には会社を手伝っているから、他の仕事にも行けないし。あら、そうなの。それじゃあできるだけ援助させてもらうわ。私の目を見て真剣な表情で話す彩香さんを見て、つい承諾せざるを得なかった。そのうちソータの給料が上がれば安定してくるだろう。彩香さんだって最初のうちはやりくりが大変かもしれないが、そのうち生活感がついてくればうまくやっていけるはず。だからそれまでは長男夫婦の力になるのも悪くない。私の答えに彩香さんの表情が急に明るくなった。本当ですか？ありがとうございます。ただお願いがあるんですが、このことはソータには内緒にしてもらえませんか？彼はできるだけ自分の力で生活したいって言ってますから、援助してもらっていると知ったらプライドが傷つくんじゃないかと。確かにそうかもしれない。ソータは子供の頃から実力以上にプライドが高いところがあった。一人暮らしを始めた時もしっかりした男になりたいと言って親元を離れたくらいだ。結婚してから親に援助してもらっていると知れば、彩香さんの言う通りプライドが傷つくことだろう。そうね、黙っておくわ。そこへソータが戻ってきた。先ほどの話は彩香さんとの女同士の秘密。そう思いながら私は彩香さんと目を合わせてニコリと笑みを浮かべた。何のことか分かっていないソータは、私たち二人の表情を見比べながらこう言う。お、
俺がいない間に二人で話が弾んでいたのか。仲良くなってくれると俺も嬉しいな。私もその時には素直に頼ってくれる彩香さんとはうまくやっていけると思っていたのだが、実はこの話には裏があるということにまだ気づいていなかった私。それからは蒼太の結婚式を心待ちにしていた。ところが蒼太は結婚式を行わず入籍だけにすると言い出したのだ。理由を尋ねると、彩香さんが妊娠してつわりがきついからだという。その上、安定期に入ってからの挙式ではお腹が目立ってくるので、親族や仕事関係の来賓者への体裁が悪いと向こうの両親が言っているそうだ。今の時代は授かり婚など決して恥ずかしいことではないのに。そうは思ったが、今は無事に赤ちゃんが生まれてくることが先決。仕方がないので結婚式は諦めることにして、蒼太のところにお祝いだけを持って行った。家に行くと蒼太が一人で玄関に出てくる。彩香さんはどうしたのかと尋ねると、蒼太はこう答えたのだ。彩香は今つわりがひどくて起き上がることもできないんだ。あら、それは大変ね。何か手伝うことはないの？私がそう言って家に入ろうとすると、蒼太にさっと腕をつかまれて引き止められた。つわりは精神的なものだから、あまり人を家にあげるわけにもいかないんだよ。母さんがお祝いを持ってきてくれたことは伝えておくから、悪いけど家には入らないでくれないかな。私と彩香さんの両方に気を使おうとしている蒼太。そう言われると私も蒼太を妊娠した時に少しだけつわりがあったことを思い出す。嫁の気持ちになって考えると、ここは言われた通りにしよう。そうね、ゆっくり休んでもらった方がいいから、私はこれで失礼するわ。とにかく彩香さんには無事に丈夫な子を産んでほしい。私はそれだけを思いながら蒼太の家を後にした。そして半年が過ぎ、彩香さんに待望の女の子が誕生。出産時には蒼太とあちらのお母さんが付き添っていたが、私はやはり妊婦の義母という立場を考えて、出産直後には病院に行くのを遠慮した。初めて孫の顔を見に行ったのは出産から3日過ぎてからのこと。その日は蒼太がいる時間を見計らって病院に顔を出した。病室に入ると、彩香さんのベッドの横に新生児用のキャリーベッドが置かれ、その中で赤ちゃんがすやすやと眠っている。母さん、ちょっと抱っこしてみるか。蒼太はベッドから赤ちゃんを抱きかかえてそう言ってくれた。初めての孫との対面に私は胸がドキドキする。その時ベッドで座っている彩香さんが不機嫌な顔を見せながら言った。お母さん、手は消毒しましたか？あ、そうね、ごめんなさい。私はそう言いながら入り口の消毒液を使った。本当のことを言うと、さっき入ってくる前に消毒をしていたのだ。だが神経質になっている彩香さんに歯向かうわけにはいかなかった。病室の中では蒼太の「さっきやってただろう」という声が聞こえる。私は何食わぬ顔をして中に戻り、孫を抱っこさせてもらった。かわいい。目に入れても痛くないとはまさにこういうことなのだろうか。初めての孫は本当に可愛くて仕方ない。嬉しさのあまりしばらく抱っこしていると、彩香さんが真顔で言った。お母さん、この病院の面会時間は15分なんです。そろそろお引き取り願えませんか？確かに病院の窓口にはそう書いてあったが、私が入ってきてまだ10分も経っていない。彩香さんは私のことを邪険にしているのではないだろうか。なんとなく煮え切らない気持ちを抱えたまま、蒼太に出産祝いを渡して病室を出た。それからというもの、
お祝い返しが郵送で届いたものの、長男夫婦からの連絡はない。お返しが届いたと電話を入れてもずっと留守電のまま。孫にはひなと名付けられたのだが、ソータからメールで知らされただけで、はがきも届かない。生活費の援助は彩香さんの口座に毎月自動入金しているのだが、お礼のメールすら今まで一度もなかった。せめて画像だけでもいいからひなの顔が見たい。そう思い、返事が来るかどうかわからないが、彩香さんにメールを入れた。すると3日ほど経ってから返事が来たのだが、たった1行の心ないその内容に私は愕然とした。今育児が大変ですから、義実家のことまで気が回りません。援助までしているというのにこの対応、そんなに冷たくあしらわれると返事をする気にもなれない。下手に言い返したり援助を止めたりすれば、それこそトラブルのもと。そのため私は何事もなかったかのようにその場をやり過ごすしかなかった。長男夫婦からの連絡が来ないまま3年ほどの月日が流れた。だが仕事の休憩時間にスマホを見ると、久しぶりにソータからメールが来ている。開いてみると、ひなの七五三のお祝いに招待してくれるとのこと。私は嬉しくなってすぐソータに電話をかけた。ソータもたまたま休憩時間だったのか、珍しく電話に出てくれたのだ。ソータ、七五三のお祝いに招待してくれるのね。ありがとう。今から楽しみだわ。うん。お宮参りや初節句なんかはこっちの家族だけで済ませちゃったから。せめて七五三くらいは母さんとも一緒にお祝いしようと思って。私は胸が高まった。ひなは間もなく3歳になろうとしている。だいぶおしゃべりもできるようになってきた頃だろう。お祝いは何を持っていこうかな。いろいろと考えているうちに期待が膨らんでくるばかり。そして待ちに待った七五三の日が訪れた。私は予定していたよりも少しだけ早めにソータの家に着いた。インターホンを鳴らすと彩香さんが出てきた。その隣にはひなの姿もある。赤ちゃんの時以来3年ぶりのひなとの対面だ。彩香さん、ちょっと早く来てしまってごめんなさいね。いえ。彩香さんは思いのほか私が早く来たのが気に入らなかったのか、怪訝そうな顔をしている。だがせっかくひなに会えたのだから、それには気づいていないふりをしてひなに話しかけてみた。ひなちゃん、大きくなったわね。高橋のおばあちゃんよ。わかるかな。明るい声で話しかけてみたのだが、ひなは警戒するような目で私を見ている。ひなにとっては初対面だから仕方ないかと思い、とりあえず家に上がらせてもらった。ひなもついてくるのかと思ったが、すぐに寝室に入りおもちゃで遊び始めたようだ。あら、何かおもちゃの音がするわね。バーバも入っていいかしら。ダメです。ひなは人見知りが激しいんです。私の背後から怒鳴るように言い放ってきた彩香さんに思わずドキッとした。そんなにきつく言わなくてもと思ったが、諦めてリビングに入ることに。そこにはすでにごちそうが並べられている。どこに座ろうかと迷っていると、彩香さんがこう言った。お母さんはテーブルの左側、一番後ろに座ってください。え、ここなの？言われた席を見ると、そこには水が入ったコップだけが置かれている。他の席は全部で5席あり、一番前は子供用のごちそう。それ以外の4席は、つまり長男夫婦と彩香さんの両親の席。いずれもきちんとごちそうが並べられているというのに。さすがに不快な気分になった私は、彩香さんの目をじろっと睨んだ。
どうして私の席には水しかないの？私の問いに彩香さんは全く動じることもなく、にやりとしながらこう答える。食事は家族分しかないので。え？私は家族じゃないってこと？当たり前じゃないですか。あなただけ名字が違うんですから。この食事はうちの母が一流の料亭から注文したものなんですよ。だから家族の分しかあるわけないでしょ。今までに見たこともないような意地悪な彩香さんに驚きと腹立たしさが頭をよぎる。3年間もひなに会わせてもらえなかった上にこの対応。私は心の中でふとつぶやいた。援助は全部やめようと。何か考えていることに気づいたのか、彩香さんがこちらをじろりと睨んでくる。何を考えているんですか？こちらに警戒心むき出しの態度を見せてくるので、先ほど心の中で思ったことをはっきりと述べてやった。はっきりと言わせてもらいます。私が家族じゃないというのなら、これまでにしてきた援助は全てやめさせていただくわ。え？もう生活費を援助してくれないって言うんですか？そんなことをしたらあなたの息子と可愛い孫が困るんですよ。生活費？そんな生優しいことだけじゃないわよ。そこへソータが帰ってきた。どうやら彩香さんの両親も一緒のようだ。彩香さんの父親の大志さんは家に入ってくるなり、私の顔を見て驚きの表情を見せている。母親の玲子さんも同様だ。柏原さん、ご無沙汰してるわね。社長、まさかとは思っていましたが、蒼太君の母親が高橋社長だったとは。申し訳ございません。彩香が蒼太君の母親には会わなくていいなどと言っておりましたもので。本当に彩香と来たら、蒼太君の母親は大したことがないから、忙しい私たちは会う必要なんかないなんていうものですから。彩香さんの両親は真っ青な顔で深々と頭を下げた。それでこの夫婦は娘の結婚が決まっても挨拶にすら来なかったのか。事情を把握していない彩香さんはキョトンとした表情で言う。何？パパもママもなんでこんな人にペコペコと頭を下げているのよ。そんな無神経な物言いを聞いた両親は恐ろしい形相でこう叫んだ。バカ、あなたって子はなんてことをしてくれたのよ。この方は私たちの会社に援助してくださっている親会社の高橋社長なのよ。そうだ、何が小さな町工場を経営しているおばさんだ。彩香の言うことを真に受けたせいで、俺たちはとんだ失態を犯してしまったんだぞ。両親から本当のことを聞かされた彩香さんは、驚きのあまり顔面蒼白になった。嘘？だってこの人は生活費の援助を頼んでも、うちの両親よりもずっと少ない金額しか入れてくれなかったんだもん。だから経営者って言ってもてっきり小さな会社だと思っていたのよ。そうだ、なんでそんな大事なことを私に黙っていたのよ。いや、交際を始めた頃から仕事のことは抜きで付き合っていたかったんだ。そんなことを伝えたら君が母さんに気を使うだろう。それより彩香、お前なんで母さんから援助なんてしてもらっているんだよ。俺の給料だけでも生活には困らないはずだけど。援助のことを知らなかったソータは不可解に思っているようだ。彩香さんは何とかして言い訳を考えようとしている。まあそうなんだけど、でも私の親はちゃんと援助してくれるのに、夫の親が何もしてくれないなんて不公平じゃない？いくら母子家庭だったからって一応経営者なんだから、少しくらいは援助をお願いしたっていいでしょ。そんな言い分に周りは皆深いため息をついた。特に彩香さんの両親はこんな娘で情けないと言いたげな様子だ。その時
玲子さんがハッとした表情を浮かべ、慌ててテーブルの方を見た。そうだわ。とにかく社長、いえ、お母様の食事を用意しなければ。そう言いながら、私の分だけ食事を用意していなかったことを何とかしなければと、自分の席に置いてある食事を私の席に置き直している。その横で大使さんはどうしたものかと頭を抱えていた。社長、申し訳ございませんでした。お食事はこちらをお召し上がりくださいませ。今すぐひなを呼んでまいりますので、どうか今日は孫と一緒にゆっくりとお楽しみください。二人とも社長である私に必死になって媚びを売ろうとしている。だが、こちらはそんなことを望んでいるわけではない。まずは自分の娘が義母である私を見下して、家族からのけものにしていたことを謝罪させるのが親の務めではないだろうか。それなのに、親として娘に言い聞かせようとする姿勢がまるで感じられない。もう結構です。彩香さんの言う通り、私は家族ではないんですね。あなた方夫婦も私のことを親会社の社長として見ているだけじゃないですか。でしたら、私はこれにて失礼させていただきます。先ほど彩香さんには言いましたが、生活費の援助とそちらの会社への援助も、もう金輪際いたしませんので。そんな、社長、ちょっと待ってください。何よ、援助は全てやめるってそういう意味だったの？そんなことをしたらソータだって困るのよ。ちょっと待ちなさいよ。慌てて私を引き止めようとする彩香さんの肩に手を乗せるソータ。君に母さんを止める権利はないよ。今何を言ったって母さんが許してくれるわけがない。俺のことなら心配するな。いざとなれば自力で何とかするから。ソータになだめられ、彩香さんはそれ以上何も言わなかった。その様子を見届けて、私はソータの家を後にする。最後まで彩香さんの両親には引き止められたのだが、それから1週間後、私のもとにソータが戻ってきた。大きな荷物を抱えて青ざめた顔をしたソータを見ると、何かよからぬことでもあったのかと感じる。ソファーにドカッと座ったソータは力なく語り始めた。急に戻ってきてすまなかったよ。あれから俺、彩香を問い詰めたんだ。自分の両親はおろか、母さんにまで援助を求めていたのはなぜかって。彩香のやつ、断固として口を閉ざしていたんだけど、それがようやくわかったんだ。話を聞いてみると、彩香さんのスマホから気づいたのだという。面倒くさがり屋の彩香さんはスマホをロックしていなかった。たまたま置きっぱなしにしてあったスマホの画面に、彩香、俺も愛してるよといったメッセージが表示されたのだ。そのメッセージのページを開いてみると、明らかに浮気相手だとわかるやりとり。ソータはそこに戻ってきた彩香さんにこう怒鳴りつけたのだった。このメッセージの相手は一体なんだ？お前、浮気してたのか？その時、顔を真っ青にしていた彩香さんに白状するまで問い詰めたそうだ。相手の男性は街で声をかけてきた若いイケメンだったという。まだ学生のようだが、彩香さんの方が熱を上げ、彼に貢ぐようになったらしい。そのために、ソータの稼ぎだけでは足りなくなったということだ。もともと母さんに援助をお願いしたのだって、自分の散財癖のせいだったんだ。だから、結婚して子供ができたっていうのに、男ができたってのぼせやがって。そんなことで母さんから援助してもらっていたのかと思うと、腹が立ったんだよ。だから俺、離婚届を突きつけて家を飛び出してきたんだ。そんな、ヒナはどうするの？あなたはヒナの父親なのよ。もう一度よく話し合ってみたらどうなの？ソータの気持ちもわかるが、それよりもヒナのことが心配だ。もちろんソータもそれはわかっているはず。
私の問いかけに暗い表情でこう答えた。本当はひなも連れて帰りたかったんだけど、彩香がどうしても手放したくないって言うし、ひなもあいつに懐いている。でも離婚調停となれば、俺は親権を争って絶対にひなを引き取ろうと思ってるよ。ソータは浮気の事実を知って以来、興信所を雇ったそうだ。できる限り浮気の証拠をつかんだ上で離婚調停に持っていこうとしている。私は幼い息子を二人抱えて離婚した当時のことを思い出した。ひなにもまた同じような辛い思いをさせてしまうのかと思うと、胸が締め付けられる思いだ。しかし、それが嫁の浮気が原因だとしたら、私にも考えがある。すると隣の部屋でパソコンを使って仕事をしていた勇気が入ってきた。兄さんごめん、黙って仕事してたから話が全部聞こえちゃったよ。離婚するのはいいけど、仕事どうするんだよ。それは、まあ、あの会社ではいられなくなるから、なんとかするよ。また強がっちゃって。勇気は何もできないソータを見て、無理をするなと言いたげな顔で笑っている。こんな時に我が家で最も頼りになるのが勇気。私たちは家族会議を開き、今後について話し合ったのだった。それからさらに1ヶ月が経過した。結局、ソータは今、うちの会社を手伝っている。勇気が人事を調整してくれたおかげで、ソータにも仕事を回せるようになったのだ。そんなある日のこと、我が社に一本の電話がかかってきた。相手は子会社の社長、つまり大使さんだ。高橋社長、急に援助を打ち切られたのでは、社員の給料も払えなくなります。このままではもううちの会社はおしまいだ。あなたは自分の個人的な都合で何十人もの社員を苦しめる気でいるんですか？そう、私はすでに子会社への援助を打ち切っていた。あれだけ他人扱いされたのだから、私もあの家族を永久に他人だと思うことにしたのだ。あら、確かに柏原さんには援助はやめると言ってありましたよ。会社の資金に関してはご自分で何とかすればいいじゃないですか。そうは言っても、今まで私の右腕だった蒼太くんがいないのではとても手が回らないんですよ。蒼太くんはどうしたんですか？彩香との夫婦関係がどうなったとしても、まだうちの社員であることは変わりないんですよ。大使さんは焦ったような声でそう言うが、ソータの痛む心を思うと、こちらも黙ってはいられない。ソータはそれだけ今まで会社のために尽くしてきました。それなのに、いつの間にか妻であるあなたの娘に浮気をされたのですよ。平気な顔をして、そちらの会社で働いていられると思っているんですか？また個人的な都合ですか？もう話にならん。今すぐそちらに向かいますから、ちゃんと仕事について話し合いましょう。それだけ言うと、大使さんは電話を切った。彼の頭にはもう仕事のことしかないのだろうか。娘が夫を裏切ったことに関しては謝罪の一言もない。仕方がないので、とりあえず蒼太や勇気と共にあちら側が出向いてくるのを待つことにした。しばらくすると大使さんが彩香さんを連れて我が社にやってきた。走ってきたのだろうか、二人ともぜいぜいと息を切らしている。大使さんは私の顔を見るなり、いきなり土下座を始めた。お願いです、高橋社長、どうか娘夫婦のことは当人同士に任せて、仕事中はこれまで通り援助をしていただけないでしょうか？その言葉に私は腹立たしさを通り越して、人格すら疑いたくなった。目の前にいるこの男は人間の心を持ってはいないのだろうか。他人事ながら、あまりにも情けなくなった私はこう言い返した。あなたはそれでも子を持つ親ですか？娘夫婦のいざこざをまるで他人事であるかのようにないがしろにして、社員のために何とかしてほしいとは納得できませんね。
今必要なのは仕事のことではなく、ひなのためにも夫婦でもう一度よく話し合わせることじゃないんですか。私の叱責に大使さんは土下座の体勢のまま頭を上げようとしない。まるで前頭部を地面に押さえつけているかのようだ。しかしその場で隣で聞いていた彩香さんはなぜか嬉しそうな顔をしている。お母さんは私がソータとよりを戻した方がいいと思ってくれているんですね。嬉しいねえソータ、せっかくそう言ってくれているんだからうちに帰ってきてよ。その言い方は何か勘違いをしているとしか思えない。決して私への対応やソータへの裏切り行為を許したわけではないのに、世間知らずのお嬢様として育ってきた彩香さんは何でも自分の都合のいいように解釈してしまうのか。私は返事をする気にもなれず、ソータと顔を見合わせた。するとソータは真剣な眼差しで彩香さんの方を見た。彩香、お前は全然反省していないようだな。俺は母さんのことを他人扱いした彩香のことが許せない。それに浮気についても更新所に頼んで調べてもらったんだ。お前家族みんなが仕事で忙しい時にもひなを一時保育に預けて浮気相手と会っていただろう。勢いよく怒鳴りつけたソータに彩香さんは目を見開くように驚いている。何よ一方的に。お母さんは戸籍上家族じゃないんだから他人扱いしたっていいじゃない。それに好きな男ができたのだってソータがいつも仕事ばかりで私に構ってくれなかったのが悪いのよ。そんな苦しい言い訳には呆れて物も言えなくなる。世間知らずというよりもいつまでも子供だと思っているのかもしれない。ソータもそんな言い訳など耳にも入れず率直にこう言い放った。とにかく離婚届を置いてあっただろう。それにサインしてくれ。彩香とはもうやっていけない。離婚だ。いいの？私と離婚しちゃったらもううちの会社にいられなくなるわよ。いいんだよ、どうせ会社はもう終わりなんだから。彩香さんは自分の家の会社が経営難で破綻しそうなことにまだ気づいていないようだ。実は昨日子会社の社員の一人がうちに連絡をしてくれた。社員は全員ストライキを起こしたらしい。給料が支払ってもらえない状態ということもあるが、以前から残業代をカットされるなど社員への対応はひどいものだったという。こちらから会社のために援助したはずの資金も社長が夫婦での旅行代で散財していたそうだ。そういえば颯太を婿養子にするのに彩香さんが実家での同居を嫌がっていたのも両親が自分たちのことしか考えていなかったからではないかと思う。彩香さん自身も浮気をしていたことが親にバレたくなかったのだろう。ここまでの一部始終を黙って聞いていた勇気が立ち上がりこう発言した。柏原社長、うちは親会社とは言ってもあなたの会社の株式を所有しているわけではありません。ですのでたとえそちらが経営不振に陥ってもうちが責任を負う必要はないんですよ。兄はうちで働いてもらうことになりましたので、もう仕事上あなたと関わることもないでしょう。いざという時にこの場をまとめてくれるのはやはり勇気だ。大使さんに対して家族間でのいざこざには一切触れず、仕事に関わることのみをきっぱりと述べた。勇気ならではの冷静な判断だ。これには大使さんも何も言い返すことができない。大使さんは援助を諦め彩香さんを連れて家に帰ろうとする。彩香さんも納得できないと言いたげな表情を見せながらも、もうどうすることもできない状況を把握したのかおとなしく帰っていった。ソータも本当は後悔しているのか寂しそうな様子だ。そんな姿を見た勇気がソータの肩に手を乗せていった。いいのか兄さん。ああ、これでいいんだ。そのうち離婚調停になれば
ひなのことは絶対に取り返してみせるぞ。力強い口調でそう言った蒼太に、父親としての貫禄が感じられた。頼りないと思っていた蒼太、いつの間にか一人の立派な父親になっていたことに、私は感銘を受けたのだった。その後、彩香さんが離婚にはすぐに応じたものの、親権争いではなかなか決着がつかない状態が続く。ある程度は物事がわかるようになってきたひなも、ママの方がいいという。それに仕事上の恨みをぶつけるかのように、彩香さんの両親が、孫だけは絶対に手放したくないと怒鳴り散らしてくる。仕事の話には家庭の事情を持ち込むなと言っていたのに、全く勝手なものだ。蒼太は仕方なく親権を諦めてしまった。そのはずだったのだが、なんとそれがあっさりと覆ることになるとは。理由は彩香さんの浮気相手に関することだった。相変わらず相手の男に夢中の彩香さんは、子育てをそっちのけにして遊びほうけていたようだ。ひなも一時保育に預けられることを嫌がり、さらにはママなんて嫌いと泣き出すようになったらしい。言うことを聞いてくれなくなったと彩香さんも激怒し、なんと我が家へひなを引き取ってほしいと訪ねてきたのだ。母親として無責任極まりないと蒼太は叱責した。ひなは俺が大切に育てる。お前にはもう母親の資格はない。二度とひなの前に姿を見せるな。蒼太の怒りに怯えた彩香さんは何も言い返すこともなく、ひなを残してこの場から逃げ出していった。あれだけ争った親権を浮気相手のために放棄するなんて、本当に蒼太の言う通り母親失格だ。だからもう我が家に押しかけてくることもないと思っていたが、1ヶ月後再び彩香さんがやってきた。それも泣きそうな顔をしていきなり土下座をするではないか。ごめんなさい蒼太、もう二度と浮気なんかしないから私とよりを戻して。蒼太は呆れた顔をしながらも、何があったのか一応事情だけは聞いた。話によると、浮気相手はただ彩香さんに貢がせることだけが目的だったらしい。どうやら社長令嬢だということを知った上で近づいてきたようだ。しかし両親の会社はすでに倒産し、今では家族みんなそれぞれコンビニでアルバイトをしている状態。そんな境遇を知った浮気相手は彩香さんに愛想を尽かして、すぐに他の女に乗り換えたのだという。大泣きしながらそう話していた彩香さんだが、まさに自業自得と言ってもいいだろう。蒼太と再婚してまたひなを一緒に育てたいと泣きついたのだが、そんなことに誰も応じるはずがない。挙句の果てにはそこに出てきたひながこう叫んでおもちゃを投げつけた。ママ大嫌い、出ていけ。ひなは近頃私によく懐いてくれて、彩香さんのことは一切口にしなくなった。幼心に悪い人は悪いとわかるみたいだ。自分の娘に向けられた仕打ちに、さっきよりも大声で泣き出した彩香さんはそのまま玄関から出て行ってしまった。こうなった以上もう戻ってくることはないだろう。後から聞いた話だが、彩香さんの両親は離婚したらしく、どちらも自分だけの生活で精一杯とのこと。そう言って蒼太のところに彩香さんからメールがあったようだが、返事はせずに即ブロックしたという。おそらく今では行き場をなくしているかもしれないが、もう私たちには関係ない。そして私たち家族はみんなで我が社を盛り立てながら懸命に働いている。4歳になったひなは今保育園に通い、家族が交代で送り迎えをするのが我が家のルール。近頃は社員も増えたので、たまにはそのうちの誰かがお迎えに行ってくれることも。その増えた社員というのは
倒産した大志さん夫婦の会社で働いていた人たちだ。ストライキを起こしていた社員たちは徐々に再就職に向けて活動をしていた。その中で倒産後もまだ再就職できていなかった人を我が社で採用したのだ。中にはちょっぴり綺麗な女性社員もいて、どうやら勇気が目をつけているらしい。ソータはもう結婚はこりごりだと言っている。私はそんな息子たちや可愛い孫がいて、今とても幸せな気分。いろいろあったが、やはり家族とはいいものだ。息子たちにはもう年だから一線を退いたらどうかとも言われるが、まだまだ若い者には負けてはいられない。親が残してくれた大切な我が社のためにも生涯現役でいるつもり。さあ、今日も気合を入れて仕事を頑張ろう。